客様に参加していただきたいと思います。よろしいでしょうか。コインを1枚持ってきてください。まあ、いくらでもいいですよ。10円、100円、500円どれでもいいですよ。500円、ありがとうございます。ではこの500円の場をお借りしてマジックやっていただきます。こちらにシールとペンを持ってきましたから、1枚のシールサインをしてください。はい、お好きな目にしっかりとシールを貼ってください。はい、ありがとうございます。もう一つ使うものがありまして、こちら私の通帳です。輪ゴムでしっかりと固定してあります。ちょっと調べてみます。大丈夫ですか。はい、この通帳は後で使います。こちらに置いておきます。お客様にはお借りしたこの大事な500円玉ハンカチ持ちにしっかり持っててもらえもらいたいと思います。これですよ。まだありますよね。ではこれから私は3つ数を数えます。ハンカチとこれを一緒にこの通帳に目がけて落としてもらう。いいですか。1、2、3。はい、お、完璧です。ちょっとハンカチ確認してますね。はい、お客様の体験の方は消えてなくなってしまいました。あ、なくなっちゃ困りますよね。この通帳気になりません？ずっと最初からこちらに置いてありました。間違いないですね。しっかりと輪ゴムで固定されています。先ほどお客さん調べましたね。もう一度調べてください。大丈夫ですか。じゃあこのまま輪ゴムを外していきます。1本、2本、3本、4本。はい、では中開けてみてください。私の通帳には封筒がついてですね、封筒シールがついてますよね。はい、じゃシールを剥がして封を開けてみてください。封を開けたら持ってきてください。そして両手を出してください。私は何も持ってません。このまま封筒の中からお客様のサインしたコインが出てきました。あ、そうそう、これ私の通帳に預金したんでもらっときます。